こんにちは。今日も NCT を占っていきます。12月14日のニューアルバムの発売まであと20日ちょっととなりました。それまでカウントダウン形式で一人ずつ毎日占っていきます。もうすでにジョンウ、チョンロ、クンと3名占っていまして、今日は4人目のシャオジュンです。シャオジュンの動画はすでに何本か出していますので、興味がある方はぜひそちらもご覧ください。説明欄にリンク先を載せておきます。さて、シャオジュンの性格なんですけれども、実はリーダーに向いていますね。なぜかというと、人を育てるのが上手だからです。そして結構面倒見が良いというところがあります。ウェイシェン V のリーダーはクンですけれども、そしてクンもリーダーには向いているんですが、実はシャオジュンもクンとはちょっと違ったタイプのリーダーになりますね。クンの場合は自分も一生懸命頑張って、その頑張っている姿を、背中をみんなに見せてついてきてもらうというか、自然に人がついていきたくなるような、そういう真面目さ、堅実さ、仕事に対する一生懸命さっていうのがあって、そういうリーダーなんですけれども、シャオジュンの場合はもともと実は面倒見が良い、そして頑張っている人を見ると応援したくなる、なので人に対して人を育てるっていうのが実は得意なんですね。先生というか指導者に向いているタイプです。自分が好かれたいから人の世話をするっていうのではなくて、純粋な気持ちで応援したいと、この人が向上すればいいなと、この人が成長すればいいなと、そのような純粋な気持ちで他人を応援することができるっていうのがシャオジュンの良いところですね。また実は自信がないなと思う時があっても、そういうのを表に出しません。他人に見せませんので、そういう点でも周りの人は安心ですね。リーダーが不安そうにしていると他の人も不安になってしまいます。しかしシャオジュンは明るくて元気というか前向きな性格ですので、後ろ向きっていうところを見せない、たとえちょっと不安でも周りに悟らせないっていうところがあります。それが逆に変な方向に行ってしまうと、もっと言ってくれればよかったのにと、こんなに大変なことに結果的になってしまうんだったら最初の時点で言ってくれればよかったのにと、そういうふうに自分の不安な気持ちですとか失敗ですとかを隠すと言いますか、隠しているつもりはないんですけれども、周りに見せないで頑張ってしまうので、気づいた時には本人は大変な思いをしていたっていうこともあるかもしれないので、自分の弱さや失敗っていうものをある程度は周りにも見せてもいいのかもしれないですね。それではここでシャオジュンの前世を占ってみました。シャオジュンの前世は機械関係の仕事をしていたと思われます。性別は男性でした。ですから思いっきり理系の頭というか理系の仕事をしていたっていうことになります。このような前世だったので、専門知識を生かして専門分野で働いていたと、そのような仕事をしていたと思いますが、現在のシャオジュンに共通するところっていうのを挙げるとするならば、今のシャオジュンも一つの物事に没頭して取り組むっていうところがありますね。これと決めたことは脇目も振らずに周りの人の意見などを気にしないというか、そういうことが気にならなくなるほどに没頭するっていうところがあります。深く入り込むっていう、そのような集中力、これが卓越していますね。その部分が前世からの共通点かもしれません。さて次はシャオジュンの恋愛なんですけれども、シャオジュンは意外と女性に対する理想が高いのではないでしょうか。例えば外見はこうでないといけないですとか、性格もこうであってほしいですとか、注文が多いというか理想が高いっていうところがあると思います。獅子座の方というのはちょっとそういう傾向があるかもしれません。 NCT で獅子座というとマーク、ジェミン、この2人もそうですね。これは一概には言えないんですけれども、やはり獅子座の方が理想が高くなってしまうっていうのは、目立つことが大好きで人から褒められることが生きがいっていう方が多く、そうなると人から褒められるためには自分のパートナーや恋人もすごい人でないといけないって思いがちだからかもしれないですね。獅子座の方の
人生の傾向として、または性格の傾向として、自分が目立ってなんぼというか、自分というものを最大限に輝かせることが生きている意味だっていうふうに無意識にでも思っていますので、そうでないものですとか、そうでないことっていうのには関係したくない、そんな気持ちがあると思います。そうなるとやはり自分のパートナーに対しても求めるものが多くなってしまいがちと、そういうところがあるかもしれません。これは全員とは言えないんですけれどもね。シャオジュンの場合は女性に対して口うるさくなったり、注文が多くなったりと、そんな傾向があります。ただしそうなるのは本当に気を許した人や恋人または奥さんに対してだけですね。普通に女友達ですとか恋愛感情がない人にはそんなに口うるさいってことはないです。身近な人や本当に好きな人のことに対してだけ口うるさくなってしまう、それはもっと良くなってほしいですとか、そういう純粋な気持ち、相手に良くなってもらいたい、こうしたらもっといいのにと、本人は全然悪気はないんですけれども、そういう気持ちが強いために口うるさくなってしまう傾向があると思います。ただシャオジュンの場合は、結婚するにはお母さんのような温かさというか包容力を持っている女性が好きかもしれないですね。基本綺麗な女性が好きだとは思うんですけれども、それだけではなくて、自分のことを優しく包んでくれたり、お世話をしてくれるような、そういうマメな女性、そういう女性を結婚相手には選びそうです。シャオジュンの恋愛において良いパターンと悪いパターンっていうのが2種類挙げられますので、それを話してみたいと思います。誰でも恋愛傾向というのがそれぞれあって、ある人は恋愛に没頭するのが好き、異性に対して興味もあって人を愛したり愛されたりするのが大好きと、そういう人がいるかと思えば、そんなに人とベタベタしたくない、恋愛よりも仕事などにどうしてもそちらの方が没頭しがちで仕事を優先してしまうと、人それぞれ本当に恋愛傾向っていうのがあるんですけれども、シャオジュンの場合は良い場合と悪い場合っていう2パターンありまして、どちらもあり得るので、それを話してみたいと思います。まず良い方、良い方なんですけれども、これは結婚につながるような安定した恋愛ですね。シャオジュンはもともと男性としての魅力、そういうものがあって、女性からの人気も高いです。これはアイドルだからっていうわけではなくて、アイドルでない職業だとしても、やはり女性から好かれるような男性的な魅力がとてもあります。そしてシャオジュンは美的感覚に優れていますから、そういうところも女性から見るといいなと、この人センスがあるなと、美的センスがあって素敵と、そういうふうに思えると思います。なのでこれが幸福な恋愛のパターンですね。もう一つのあまり良くない方のパターンはって言いますと、いけない関係ですとか、あまり人に言えないような関係に走ってしまう、または魅力的な女性、そして自分の好みの女性からの性的な誘惑に負けてしまう、そういうのもありえますね。女性に褒められて自分の良いところをものすごくいっぱい言われて、その気になってしまったり、褒められるとこの女性は自分のことを本当によく分かってくれていると、そんな風に思ってしまい、あまり適切ではない相手と恋愛に落ちてしまうパターン、これがあまり良くない方のパターンとなります。絶対こうなるっていうわけではないんですけれども、その運命の傾向というか、その時の精神状態によって良い方に行けばこうなる、悪い方に行けばこうなると、そういう要素は多少ありますね。しかしこういうのっていうのは、前もって自分で分かっていて気をつけるだけでも十分に防ぐことができますし、事前に知っておくっていうことが必要になります。事前に知っておくだけでも、もう半分以上は解決すると思います。シャオジュンは性欲自体はものすごくあるっていうわけではないんですが、普通の人よりはちょっとはあると思いますけれども、ちょっとその自分が例えば何か怒りが湧いた時ですとか、そういう時に衝動的な行動に出てしまうっていう時がたまにあります。なのでその衝動的な行動が恋愛において行われると、あまり良くない方向に行ってしまうと言えるのではないでしょうか。それでは次にシャオジュンの2022年の運勢を占ってみます。
2022年はシャオジュンにとって今までしてきた努力が実る、報われるっていう年になりそうです。また報われることでさらに頑張ろうと、そういう気持ちにもなります。そして継続する力、そういうものがさらについてきます。これからおそらくシャオジュンはダンスや歌などに対して職人のようにコツコツと積み重ねていって、これからも頑張り続けると成果を出すことができる、そういうふうに言えますね。向きになって頑張るっていうよりも、今まで通りコツコツと努力をしていく、積み重ねをしていくと、そういう淡々とした継続力っていうのがしっかりと身についていますので、それが本当に素晴らしいですね。非常に堅実、目立つことが好きではあるけれども、努力なしで目立ちたいっていうんではなくて、きちんと努力の裏付けがあって成果が出ると、非常に堅実で素晴らしい、そんな成果が出そうです。シャオジュンが今までしてきたことは正しいですので、それをこれからも積み上げていく、また本人もこれでいいんだと、今まで地道な努力をずっと続けてきたことがこれでいいんだ、間違いではなかった、そしてそれが大きな成功につながったと感じる時が近いうちにやってきそうです。今日はシャオジュンを占ってみましたが、明日はジェノです。今日もありがとうございました。明日もよろしくお願いします。